ごきげんよう、高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から高齢者へ、そして、まあ、高齢者のための情報を配信しております。今日は2023年、10月の25日水曜日です。今日は本当外の光はいいですね。この秋のこの太陽からの光、本当すごいですね。そんな中で今日はお送りしております。これは第2弾は金丸さんの一つ覚えて三つ忘れる中高年、綾野浩二金丸さんの中から言ってみたいと思います。これはですね、今日は第4章、待てよ、これ違うな、これでもいいかな、ちょっと待ってね、第4章、中高年の時代がやってきましたという中を過ぎてですね、そこですねそこですが、第4章、中高年の時代がやってきました、あなたの小項目、奥様気持ちだけは30歳で頑張りましょうというのが今日のテーマですね。います。不詳君丸をご支援くださっている方々は50、60、70代の中高年の皆様でございます。その私になんと20代、30代が中心、読者層という女性誌から取材の ご依頼をいただくこともあります。全く何を考えているのやら。例えば PHP スペシャルという月刊誌がございます。奥様、 PHP スペシャルご存知ですか？知らない。その年ですから仕方ございません。読者対象に入っていないのです。私のせいではありませんが、小さくて可愛い雑誌です。野に咲く一輪のひなぎくのような雑誌です。まるで奥様と一緒。フォローが行き届いていたようなので進めさせていただきます。フォローが行き届いていたようなので進めさせていただきます。今野さんはフォローしながら言ってますね。 PSP さんはお世話になっていると申しますか、お世話をしていると申しますか、ご縁をいただいておりますが、スペシャルさんとはまさにスペシャルなご縁でございました。時代の変化、世の中の移り変わり、そして編集者の方の豊かな感性をひしひしと感じた瞬間でございました。その PHP スペシャルの取材で私は次のようなことをお話ししました。20代30代と申しましても、20歳と39歳とでは19年もの深い溝がございます。まさに天と地、夏と冬、親と子供と違うのです。20歳といえばまだまだ輝ける未来が永遠に続いているように思える年代です。中高年なんて天空に輝く星くらいに遠い存在に思える年頃でございます。ところが30代も後半になりますと、中高年の中の字が見えてまいります。まだまだ若い私と、もう若くない私がせめぎ合っております。でも共通項もあります。それは20歳も39歳も昭和生まれであることです。今年は平成19年、平成生まれがおぎゃーと言って19年、平成世代はまだ成人していないのでございます。かっこ取材を受けた時は平成19年でした。私もあなたも同じ昭和の生まれ、同じ釜の飯を食っていませんが、同じ時代の空気を吸って生きてきたのであります。え、何ですか、金丸と同じ空気だけは吸いたくなかった。そうですか、そうですか。私もあなたとだけは同じ時代を生きたくありませんでした。てんてんてん。というのはもちろん冗談で、この本当は眩しい頭に免じて失礼な発言はお許しいただきたいと思います。何しろ私の顔は粉砕決算、顔は小人関門、体は耐震異想でございます。そういうあなたの顔は、しみしわ、たるみのスクランブル交差点。目は一重、顎は二重、腹は三重、ついでに奈良の隣も見え、見たり寄ったり、最後はよくわかりませんが。こういうめちゃくちゃな発展していくところが面白いですよね。
と言いつつ、ふと気がつきました。皆様方がまだ中高年ではありませんでした。いつかはなる中高年予備軍の皆様でした。ついついいつもの調子でお話をしてしまいました。でも今はすべすべ、ピチピチ、ピカピカの皆さんも近い将来、きっと中高年の仲間入りをするのでございます。20代、30代といえば、人生の酸いも甘いも噛み分けることで、噛み分けることができつつある年代。会社では上司には叱られ、後輩には文句を言われて、家では旦那の協力も得られず、思わず子供に当たってしまいます。旦那のいない女性は、夜な夜な片思いの彼にメールを送っては、一郎さん、今夜も残業かしら、胸が壊れるのでございます。しかし皆様はいかが、大変と思いでしょうが、年を取ると実はもっと大変なのです。25の頃、35の頃、あの頃は足も動いた、手も動いた、頭だって働いた。5歩歩いても10歩歩いても物忘れなんかしなかった。あの頃に戻りたいと誰もが思うのであります。外見だってそうですよ。鏡の前に立つご自分 を想像してみてください。10代には鏡の前で大はしゃぎ。20代は鏡の前でにらめっこ。30代は鏡の前で微笑んだ。今、皆さんはこの辺りです。いい時代を生きていらっしゃるのです。でも本当の人生はここからなのです。40代、遠目の姿に納得した。50代、鏡を拭いた。あら、おかしいわね、この鏡。60代、鏡の前を通り過ぎるようになった。70代、とうとう鏡を捨てた。あの鏡きっと変。鏡の私は私じゃないわ。そうしていよいよ80代。奥様こそ女の鏡と言われた。そうなのです。最後にはとうとうご自身が鏡になれるのです。これが女性の人生なのです。でもそれまでは山あり谷あり、雨あられ、ストレスあり、仕方がないのです。諦めるしかないのです。ストレスも何もなくならない。じゃあどうするか。そのためには大いに笑うことです。笑って笑って笑って福を招くんです。笑う角に来た福はきっとストレスもないも吹き飛ばしてくれますよ。ああ、笑い、いいですね。そしてすでに中高年の仲間入りをして久しい皆様でございます。みそじなんてまだまだ40だってへっちゃら人生52歳からよ。50にどうぞ。と言われ始めるのは52から。奥様おいくつですか？30？30？かさじと書いて38ですか？でも気持ちは30歳、気持ちは30か。その息でどうぞもっと長生きしてくださいねって。ああ、いいですね。奥様気持ちだけは30歳で頑張りましょうって。みやちゃんも30歳ぐらいで、私はできたら20歳ぐらいで頑張ってチャンネル登録をガンガン前に推し進めたいと思っています。みやちゃん、20歳ちょっと無理が行き過ぎたようでございますが、ごきげんよう。